金礼塚古墳は、祇園、長塚古墳群に属する千葉県木更津市長塚にある前方後円墳である。金礼塚古墳は、墳球の全長約百メートルの前方後円墳である。かつては、双子塚古墳と呼ばれていたが、1 9五十年に行われた発掘の結果、未洞窟であった横穴式石室内から、金星の鈴い筒をはじめとする多くの貴重な遺物が、 出土し、近霊日並近霊塚古墳と解明された。出土品の内容などから近霊塚古墳は6世紀末から7世紀初頭、前方公園墳の最末期に作られた古墳であると見られている。被葬者は、尾津川流域の主張であり、幕田国造との説がある。前方公園墳最末期の古墳としては、全国有数の規模であり。 横穴式石室の一部は加工されたキリン石を使用しており、当時としては新しい技術も用いて築造されている。金霊塚古墳と豊富な出土品は学術的な重要性が評価されており、古墳から発掘された金霊などの遺物と石棺は1959年6月27日、重要文化財に指定された。また金霊塚古墳の残存している墳球は、 1950年11月3日に千葉県の史跡に指定されている。金礼塚古墳は、帯津川によって形成された、海抜約5.5メートルの中石平野城にある。平野にはかつて砂丘であった尾高地が何列か連なっており、金礼塚古墳も、そのようなかつては砂丘であった周囲よりも高くなっている場所を選んで築造された。昔の砂丘から外れた古墳の周囲には、 低質な土地が広がり、かつては主に水田やはずだに利用されていた。そのため古墳の墳丘は、低質な土地の埋め立てに利用されてしまうこととなった。金霊塚古墳は、明治末には古墳とみなされており、双子塚古墳と呼ばれていた。当時の地主の手によって、墳丘上には古墳の主を祀る祠が建てられていた。しかし1876年4月に作成された。 地跡図を見ると、金霊塚古墳の一部はすでに畑となっていて、明治初年には古墳の原型は崩され始めていたことがわかる。その後も、周辺の低地の埋め立てに古墳の盛り土が用いられ続けたため、墳球の大部分が失われてしまい、1950年に行われた発掘当時には前方部がほとんどなくなっていて、さながら円墳のようになっており、 築造当初どのような形の古墳であったのかが分からなくなっていた。1950年の発掘後も木更津市の都市化によって古墳の墳丘は崩されていき、わずかに残っていた前方部すべてと後円部の一部が消失し、現在、近霊塚古墳の墳丘は横穴式石室周辺である後円部の一部のみが残り、後の部分は主に宅地となっている。 金礼塚古墳が所属する義音、長塚古墳群は、尾津川下流域で5世紀前期から中頃から古墳の造営が始まったものとされる。義音、長塚古墳群で最初に造営された古墳は墳長約130メートルと推定される高柳長子塚古墳であり、その後5世紀末から6世紀前半にかけて中断があったものの、7世紀半ばに至るまで古墳が作られた。 その中で金礼塚古墳は6世紀末から7世紀初頭、義温・長塚古墳群の中で最後の前方後円墳として造園されたものと見られている。この頃、全国的に見ても前方後円墳の築造は終了の方向へ向かっており、金礼塚古墳は最後の前方後円墳の一つとされる。義園、長塚古墳群では6世紀後半から7世紀初頭にかけて、 特に盛んに古墳が作られており、金泥塚古墳のような墳球長100メートル程度の古墳、そして一回り小さな前方後円墳、円墳といった古墳が同時期に作られている。つまり、基本、長須賀古墳群は古墳群の中に階層が見られ、金泥塚古墳は古墳群内の名主墳の一つであったとされる。金泥塚古墳とほぼ同時期に作られた古墳としては、 金霊塚古墳の北東約700メートルの場所に造営された全長70メートル程度の前方後円墳である丸山古墳が挙げられる。ちなみに金霊塚古墳の後、祇園、長須賀古墳群では豊墳である松面古墳が造営されたと見られている。前方後円墳の造営終了後に豊墳の造営がなされる点は、祇園、長須賀古墳群に隣接する富津市の 小糸川下流域にある大理塚古墳群や埼玉県の埼玉古墳群などの関東地方の有力古墳群に見られる特徴である。金霊塚古墳の石室金霊塚古墳は1946年に米軍が撮影した航空写真や1950年に行われた発掘の結果、さらには1998年から2003年にかけて 古墳近隣の建設工事などの際に行われた範囲確認調査の結果から、西に前方部、東に公園部がある墳球町、約100メートルの前方公園墳であることが明らかとなった。墳球の周囲には二重の集合があって、集合まで含めた全長は約140メートルと推定されている。集合の深さは墳丘をめぐる。内側の集合は約1メートル。 外側の集合は、内堀よりもやや浅かったものとの推定がある。噴球については、現在約3.5メートルの高さがあるが、1950年の発掘報告書では、石室に流入した土砂の量などから、築造当時は6メートル程度の高さがあったものと推定された。金霊塚古墳はその面積の割に、噴球の高さは低かったものと見られている。 噴球の形態については、後期古墳に多く見られる二段築成で、一段目が比較的低く噴球の傾斜も緩やかであったか、または一段目は気段状になっていたと考えられている。公園部には入り口が南側を向いている、富津市付近で算出する砂岩で作られた横穴式石室がある。石室の入り口は二段になっている噴球の二段目に開口されていた。石室は、 沿道と石室の区別がない袖なし型で1950年の発掘結果をもとに1951年に復元された現在の石室の全長は約9.6メートル、最大幅は約2.2メートル、高さは約2メートルである。石室の形は入り口がやや狭く奥に行くに従って少しずつ広がった形をしており、床の部分から 天井部に向かっては少しずつ幅が狭くなる形態をしている。そして天井には大きな天井石が置かれている。しかし発掘時、石室の入り口部分は1932年に行われた道路工事のために削られてしまった後であり、石室全体の正確な形態は不明である。石室の形態は 現在の富津市内の大理塚古墳群に所属する前方公園墳など、数差の南西部で作られていた横穴式石室の形態を引き継いだものであるが、近霊塚古墳と同じく終末期の前方公園墳とされる千葉県陰馬郡栄江町の龍角寺古墳群にある浅間山古墳の横穴式石室との類似点も見られ、地域に伝統的に伝わる。 石室の形態を引き継ぎながらも、暴走地域の終末期の前方公園墳には、石室に一定の規格が採用されていた可能性を指摘する説もある。石室は、基本的には、自然石を積み上げ作られたもので、一部に加工された霧石が用いられており、特に床には砂岩の霧石が敷かれている。自然石をそのまま使わずに霧石を石室築造に、 用いるのは前方後円墳後の7世紀以降間になる形式であり、築造の最終段階にあるとはいえ、前方後円墳である金礼塚古墳の石室の一部に霧石が用いられていることから金礼塚古墳の先進性を見ることができる。石室内には埼玉県の長泥渓谷付近からもたらされたと見られる緑泥変岩で作られた組み合わせ式の石棺がある。 金霊塚古墳の石棺金霊塚古墳は、大正時代から発掘の計画がなされたこともあったが、まず1932年頃、残存していた公園部の一部を削るような形で道路が作られた。その際に、横穴式石室の入り口部分も削られたために、近同製の飾りなどが出土し、出土品の中で主なものは、地主の寄贈により、東京国立博物館に収蔵されたが、 散逸してしまった資料もある。道路建設後も紛糾が削られ続け、石室の一部が露出して、洞窟の危険が高まっているのを見た地元の考古学者から、1950年3月、古墳の保存と発掘を要望する声が上がった。そこで、千葉県の史跡調査委員会と早稲田大学の考古学研究室によって、まず1950年4月15日から19日に、 かけて発掘が行われた。発掘を開始したところ、石室の天井石の消失や崩壊などによって、石室内は完全に土砂に埋もれてしまっており、石室の入り口からではなく、石室の上部から掘り進める方式で発掘を行うことになった。しかし残存していた天井石は、思いのほか大きく発掘作業は難航し、 まず石室の中間部分の発掘と石室内に安置されていた石管内部の発掘を行い残りの部分は後日発掘を行うこととなったそして1950年7月25日から31日にかけて2度目の石室内の発掘調査が行われたこの時は石室入り口の沿道部石室奥の部分の発掘が行われた2度にわたる発掘の結果 未洞窟であった金霊塚古墳の石室内からは、おびただしい副葬品が検出された。7月の発掘の際、石室内採用部から金星の鈴が5つ検出され、その金霊日並み1950年11月3日、千葉県の史跡指定とともに双子塚古墳という名から金霊塚古墳という名に解消された。その後、1998年に、 古墳近隣で行われた建て替え工事に際して古墳の規模を調査するための範囲確認調査が行われ2000年から2003年にかけても古墳周囲にトレンチを掘って古墳の範囲確認を行ったそして2003年7月28日から8月8日にかけて残存していた公園部分級の測量そして石室内の再発掘調査が行われた その結果として金霊塚古墳の規模は、墳球町約100メートル、二重の集合を含めると140メートルという規模であったと考えられること、そして横穴式石室の一部には加工された霧石が用いられており、特に床面には霧石が敷かれているという、当時としては先進的な築造がなされていたことが判明した。金霊塚古墳からは、埴輪は検出されておらず、 は輪は用いられなかったとされる。このことからも、金霊塚古墳は、前方後円墳終末期の古墳であると見られている。横穴式石室からは、おびただしい量の遺物が出土した。1950年の発掘時、石室内に少なくとも3体の遺体が埋葬されていたことが確認された。石室中央部にある石棺内に1体、石棺の奥に1体、そして、 石棺の手前に一体である。出土品の内容から、石棺奥の遺体が最初の埋葬で、続いて石棺内の遺体、最後に石棺手前の遺体が埋葬されたものと判断される。石室手前からは耳輪が2体発見されたことから、石室手前にはもともと2体の遺体が葬られていた可能性が高いものと考えられるが、 石室中央部の石管内とその周辺、それから石室奥の部分に複数の遺体が葬られていたことを示す、積極的な根拠は見当たらない。また副葬品の湿度状況から見ても石室内の攪乱状況は少なく、追悼がたびたび繰り返された状況は想定しづらく、近霊塚古墳に葬られていた人物は4から5名程度と考えられている。 石棺奥の部分からは、古墳の名称にもなった金霊をはじめ、琥珀製の夏目玉やガラス玉などの送信具、混同製の冠、鏡、銅腕、混同製バグ、鉄鉾、鉄属、飾りたち、そしてこの部分からは大量の聖器が出土した。石棺奥からは鉄釘が出土したため遺体は木棺に収められて埋葬されたと見られている。石棺内からは鏡、銅 甲冑、鉄属、飾りたち、そして混同性の耳輪やガラス玉などの送信具が出土した。石棺の脇からは混同性バグが出土しており、位置関係から見て石棺に葬られた人物の副葬品と考えられている。また石棺に葬られた人物は骨の特徴から青年期男性であることが判明している。そして石棺手前からは銅腕。 混同製バグ、飾りがち、水晶製の切り子玉やガラス玉などの送信具が出土した。また1932年の道路工事の際に出土した混同製の飾り靴も石棺手前の被装者の副装品と考えられている。石棺手前部分からも鉄釘が出土しているため、石棺手前の被装者も奥の被装者と同じく木管に収められて埋葬されたことがわかる。 石室内から出土した、水木と飾り立ちの形式と、粉球に、埴輪が用いられていないこと、さらには、石室の一部に、霧石が用いられていることから、金泥塚古墳の築造は6世紀末から7世紀初頭であると推定されている。また金泥塚古墳から出土した水木はその形式的に製造年代に、かなりの幅があるとされ、最低2回行われた追造は、 古墳の築造からかなり後に行われた可能性が指摘されている。金霊塚古墳の特徴としては、まずその名称の由来ともなった金霊などの充実した出土品が挙げられる。横穴式石室内からは全部で21口と考えられる飾り立ちが出土しており、これは日本の古墳の中でも有数の数である。また、石室の一部に加工された切り石を用いた、 先進的な技術を用いていたことも注目される。近霊塚古墳の重要性はその規模にも現れている。6世紀後半になると、前方後円墳の築造は、終末期を迎え、全国的に、前方後円墳の規模も衰退が著しく、関東地方を除くと100メートル台を超える、前方後円墳は、三瀬丸山古墳など、大王領と見られる、古墳以外は見られなくなる。 6世紀後半、関東地方ではまだ各地で100メートル前後の前方公園墳は作られていたが、埴輪が消えた最終段階の前方公園墳としては、近霊塚古墳は関東地方最大級の古墳の一つであると評価できる。これら前方公園墳の築造状況や副葬品の内容から当時の山東県内で、 関東地方が占める役割が増大していたことと、その中でも、尾津川流域の主張と見られる、近霊塚古墳の被葬者が占める地位の重要性が伺える。これは、山と岳の伝承にも伺えるように、古代三浦半島から房総半島へ向かう海上交通路があり、その房総半島側の上陸点近くにある尾津川流域の主張は、 交通の要衝を抑えることによって重要な地位を占めるようになったと考えられている。その一方、金霊塚古墳から関東地方各地の主張との結びつきがわかることも注目される。金霊塚古墳の組み合わせ式の石室は埼玉県の長鳥付近に産出する緑泥変岩を用いており、荒川東京湾の水運を用いて金霊塚古墳まで。 運ばれたものと推定されている。その一方で、近霊塚古墳の石室で用いられた千葉県富津市で産出される砂岩は、埼玉古墳群の後半期に造営されたとされる、将軍山古墳でも横穴式石室に用いられている。このことからまず、近霊塚古墳を造営した帯津川流域の市長と、隣接する昭和と川流域の現在の富津市に本拠地があった。 大理塚古墳群を造営した主張との間に連携があったことがわかる。その上、数佐の主張と将軍さん古墳を造営した武蔵北部の主張との間に交流があったこともわかり、これらの交流は山東県の関与が及ばない、独自の交流であった可能性が高く、6世紀後半から7世紀にかけての関東地方の有力主張は山東県内で重要性を増すばかりではなく、 独自の動きも見せていたことがわかる。暴走地域は、国像と古墳群との位置関係に対応関係が見られるとされ、近霊塚古墳をはじめとする疑音、長須賀古墳群は、その位置関係から、マクダ国像との関連性が指摘されている。6世紀後半から7世紀にかけての疑音、長須賀古墳群は、墳長100メートルクラスの前方後円墳である、名主墳を筆頭に、 中型の前方後円墳、それから円墳といった階層が見られるが、幕田国造とも考えられる、近霊塚古墳の被葬者は、尾津川流域の頂点に立つ市長であり、その下に、中堅クラスの市長、さらにはその下のクラスの市長を従え、山東県内での地位を高め、さらには、隣の大理塚古墳群を造営した市長や、北武蔵など関東の他の地域の市長との連携も、 進めている姿が見えてくる。また、追走期間が長かったと考えられる、近隷塚古墳に葬られた人物が、4から5名程度の可能性が高い点について、近隷塚古墳群を造営した帯津川流域の主張の特色の一つとして注目する説もある。隣接する大理塚古墳群では、 多い古墳になると20体以上の埋葬が確認されているなど多くの遺体が同一古墳に葬られており、両者の主張権内視は主張位継承に関して何らかの違いがあったものと見られる。近霊塚古墳の出土品と石棺はその学術的重要性が評価され、1959年6月27日重要文化財に指定された。それに先立って1956年には、 木更津市内に金隷塚怪物保存館が開館している。1961年から1963年にかけてと1989年から1991年には出土品の保存修理事業が行われた。その後、2005年度から膨大な出土遺物の再整理事業が進められており、たちの再整理の結果、 金霊塚古墳に埋葬されていた立ちは21口程度と考えられ、うち遠部から1932年の道路工事の際に発見された二口の立ちは現在所在不明であることが分かった。金霊塚古墳の出土品は、木更津市所有で2008年10月1日に開館した木更津市郷土博物館金の鈴で保存・公開されている。なお、一部出土品は、 東京国立博物館にも収蔵されている。重要文化財に指定された出土品の名細は以下の通りである。なお、1959年に重要文化財に指定された後、1966年に指定名称の変更、2020年に未指定物件の追加指定及び指定名称の変更が行われた。上記の出土品名称は、 2020年の追加指定、名称変更後のものである本県の文化財、指定履歴は以下の通り、2020年の名称変更以前の指定物件名細は以下のように表記されていた。ありがとうございます。